さん。はい。何してるんですか？ツガチューバー。え、これ？はい。これすごくない？これわかる？これあの竹で作ったトンボ。うん。トンボとまあシチューだね。はい。でこれをこのこれすごいんだよ。これがさ、ヤジロベみたいになるわけ。見て、このちっちゃいこのくちばしをここへ乗せるだけ。ほら、すごい、すごくない？このちょっとこの重さ伝わらないと思うんだけど、結構重いのよ、羽のところが。なのにこのくちばしだけで、すごいですね。すごいでしょ、はい、すごいでしょ。これ すごいなと思って飾ってます。ちょっと夏だから赤トンボってわけにはいかないけど、すごい、ね、もうくちばしだけで、くちばしだけなの、本当に。ここだとダメなの、このくちばしだけ、本当に。すごい、すごいでしょ、うん、おいいですね。これね、あの、はい、まあ、昨日地域共生社会って話したじゃないですか。で、まさしくあのご近所さんが作ったから子供たちにどうぞって、はい、そうなんですね、持ってきてくれたんですよ。で、あまりにもクオリティが高くてびっくりしたからちょっと飾ろうかなって思ってました。はい、はい、すごいでしょ。すごいです。この分かる、この関係性。ご近所との関係性分かる。昨日おはぎの話もしましたけど、もうこういうのいっぱいいただけるわけです。はい、でこれやっぱね、その何歳ぐらいかね、おじいちゃんの先人の知恵ですよね。うん、これ全部竹で全部竹だね。で竹ってほらサスティナブル SDGs ですよ。持続可能な開発目標にも結構いいとされていて、竹ってほら1年で育って切ってもまたちゃんと再生可能でね。でこれ結構あの昔の日本の家屋だとあの何襖とか ああいうこうレールとかにしても全然ダメにならないんだって。でも今ね全部アルミとかのサッシになっちゃってるけど、まあ、そう竹ってすごくいいんですけど、まあ、なんかそんなんでいいですね。うん、俺これ多分ね色的になんかあの竹のあんじゃん、こういう何熊手じゃないか、違うかな、ちょっとわかんないですけど、はい、まあそんなものをご近所さんからいただきましたと。はい、はい、これが地域共生社会です。違うか。まあでもね、こういう関係性なんか心地いいなっていうふうに思います。はい、だからね、これ放課後等で今子どもたちに使っていただきましょう。そうですね、ブーンとか飛んでるかもしれないけど。はい、というわけで今日おしまいです。バイバイ。